いかなる策も、どんな武器であっても、使うのは人であることを忘れてはなりません。からか？いえ、依頼自体は英知の伝道からです。昔のツテで頼み込まれまして。英知の伝道って、全ての本を集めている大きな図書館なんですよね？ええ、その通りです。ってことは当然本絡みの依頼なんだよな。はい、とある洞窟に安置された書物を取ってきてほしいとのことです。洞窟には罠や魔物が仕掛けられていて、実力ある気空師でなければ出向かうのは危険だそうでそうまでして守られているとは。どんな本なのでしょうね。まさに得難い宝。胸が高鳴りますね。やれやれ、これじゃ依頼を受けるのを嫌とは言えねえな。アルタイルさん、その紙の束も本の一種なんですか？兄ちゃんってばよ、それも本なのか？お、ああ、失礼しました。ええ、これも本の一部と言っていいでしょう。英知の伝道は、この紙束の存在から、洞窟にある書物に気づいたようです。地図ってわけではないですよね。文字ばっかりみたいですし。そうですね。ダーインスレイブのことを覚えていますか？ああ、もちろんだぜ。メガネの兄ちゃんが仲間になったきっかけだしな。あの剣は、絵に記された言葉が、私の持っていた本の暗号を解く手がかりになっていました。それと同じように、今回の洞窟にある本も、一冊単体では意味をなさない。この紙束に記されている内容と照らし合わせることで、初めて読むことができるのです。そうなんですか。特別な本なんですね。その通りです、ルリア。本当に実に興味深い。特にこの紙束の最後の詩編、ここに記されている言葉についた記号、これがどんな意味を持つのか、正直私でもまだわかりません。この紙束の方も、本がなければ全ては理解できないのかもしれません。なんだこりゃ。なんかミミズっていうか、波打ってる線があるな。あれ？どこかでこんな書き方を見たことがあるような。本当ですか、ルリア？どこでですか？思い出してください。ああ、すみません。もしかしたら思い違いかも。ヒントになるのならどんなことでもありがたい。思い出したら教えてください。はい。それでは奥へ進みましょう。魔物や罠を十分警戒し、隊列を崩さないように。はい、気をつけましょう。
ちちち。落ち着いてください、ルリア。これは洞窟を通る風の流れが生み出している音でしょう。そうなんですか。いやー、またこりゃなんだ。この扉の向こうに書物が安置されているようです。団長殿、扉を開くのを手伝ってもらえますか。鍵がかかっているようですね。ですが鍵穴は見当たらない。この扉を開くための何か特殊な操作があるはずです。さっきの紙束になんかヒントないのか？ヒントですか。特にはありませんでしたね。あとはこの最後の紙片ですが。ああ、思い出しました。この最後のページ、前に銀融詩人さんが書いてくれた太田の楽譜に似てるんです。楽譜ですか。はい、私は本物の楽譜は読めなかったから、銀融詩人さんが文字の隣に音の高さを線で書いてくれたんです。なるほど。この紙片にある線も音程の高低を表していると。もしこれが楽譜ならば、なるほど。洞窟を通る風の音とこの楽譜の歌を反響させれば、この扉は開きます。なんだって？そりゃまたすげえ仕掛けになってんだな。牛刀を持って鶏を裂くというか。いや、それだけ重要な書物なのか。では私が歌ってみるとしましょう。もしかして、メガネの兄ちゃんってめちゃくちゃ音痴だったのか。開きませんね。そりゃあれだけめちゃくちゃな歌じゃん。お？お、おう、そうだな。ルリアは歌を歌うの好きだったよな。な。お？はい、大好きです。そうですね。女性の声でなくては反応しないのかもしれません。私がお教えしましょう。ご苦労様でした、ルリア。さあ、書物は目の前です。うわー、なんかすげー怒ってねえか。
長い眠りを起こされて不機嫌なのか、それとも封印を解かれて不機嫌なのか、どちらであっても道を塞ぐのなら仕方ありません。倒して書物を入手しましょう。邪魔立てするなら容赦はせんぞ。ここを切り抜けるぞ。打ち兜を見透かすのが寛容です。我が剣作勝利への道とならん。炎月の陣。無駄だ。参りほっほっほっ。いかまいり、ほっほっほっ。我が剣よ、今こそ。アンヤのつぶてには気をつけるとしましょう。チリア、敵の裏をかくにはこうする。これぞ変幻自在じゃ。氷の花と散りゆくがいい。グラティエスネイル。記されし文字の重みを知れ、ウンターガングルーン。ほっほっほっ。我が剣の極地を知れ。無駄だ無駄だ。遅い。は、万に及ぶ打ち合いを人たちで結ぶが由来よ。奥義万決一戦じゃ。大丈夫、私がそばにいるさ。無駄だ。参り。遅いわ。無駄だ無駄だ。はっ、参り。遅いわ。邪魔立てす、さらばだ。キーチチチチチ。久々に。みんな無事ですね。はい、大丈夫です。ひどい怪我はないみたいです。それは頂上、あの台の上にあるのが目的の書物のようです。さあ早く気空艇に戻りましょう。英知の殿堂へ渡す前にこの本を味わい尽くさねば。もう本しか見えてねえ顔だぜ。それじゃ帰るとするかな。おお、アルタイルさん、もう何日も部屋から出てきませんけど大丈夫でしょうか。水は飲んでるみてえだけど、飯は全然食ってねえよな。心配だぜ。やりました。読み解けましたよ。この本に記してあったの。うわ、
始まっただけだよ。ご飯どころか寝てなかったんですね。たく、満足そうな顔してよ。仕方ね、ベッドに運んでやろうぜ。フフ。